盛りラーメン、ほうれん草とつゆ。でけえよ、俺。こんなだよ、大きい。大きさの違い。ドベちゃん TV、 すごいお腹のおっさんです。はい、本日ですね、車の車検の見積もりに来ているところです。そしたらちょうどね、もう1時ぐらいになってしまいまして、まだ車の点検に時間かかると言われまして、とりあえずお腹すきました。すごいお腹のおっさんと永遠の二十歳と言い張る妻なので、車屋さんの近くをブラブラしてたら、なんと横浜屋というラーメン屋さんがありました。おそらくチェーン店なんでしょうかね。すごいお腹のおっさん、初めてこのラーメン屋さんに入ることになります。ただいまは4倍の速度で流しております。はい、初めて食べた味なんですけどね、中太麺っていうんですか、それに家系の醤油豚骨ですか。この麺とね、スープの絡み非常に良かったです。すごいお腹のおっさん、初めて食べたんですけど、あー全然美味しいなと思いました。永遠の二十歳と言い張る妻は塩の家系豚骨っていうのかな、なんかそんなのを食べてました。これも美味しかったです。で、餃子もね、お肉餃子と言いまして、肉切り餃子すごく美味しかったです。ニンニクが結構効いてましたね。おっさんも大盛り食べました。She's waiting for love to heal your eyes.
はい、またまたすごいお腹のおっさん登場です。はい、この感想を勝手にすごいお腹のおっさんなりに言わせていただきます。はい、醤油豚骨ラーメン、麺中太、麺が絡み美味しかったです。そして永遠の二十歳と言い張る妻から、レタスチャーハンですね、レタスチャーハンももらいました。少し、チャーハンですね、レタスのシャキシャキ感非常に良かったです。チャーハンの味も美味しかったです。そして餃子、肉入り餃子ですね、野菜入り餃子と肉入り餃子があったんですけど、すごいお腹のさん肉入り餃子を頼みました。はい、しっかり肉が効いて、そうですね、中が多分地下熱なんですかね、ジューシーな、ジューシー系の餃子で非常に肉が効いて美味しかったです。でね、お隣にね、ちょうど双子ちゃんの1歳ぐらいの子と、3歳から2歳ぐらいの女の子がいたんですけど、音がちょっとね、ギャーギャー騒いでたんですが、またこれがね、家族団らんでいいなぁと思いました。なのでね、途中音声にね、ちょっとね、お子さんの声が入っていると思います。ここの部分はね、すごいお腹のおっさん、後から音声を入れさせていただいております。このね、大盛りの丼がね、またね、すごい大きさでびっくりしました。まあ大盛りと言いましてもね、プラス100円だったんですからね、まあおっさん的には大盛りでは足らず、さらにもうちょっと多めの特盛りがあればよかったなと思いました。ちょっと恥ずかしかったね、大盛り ×2 っていうのはちょっとなかなか言えなかったんですけど、まあ初めて入ったお店でどんな味かと思ってましたけど、美味しかったです。あとでね、ネットで調べましたら、やはりチェーン店で結構あるみたいでしたね。多分おそらくこのハッピードベちゃん TV 見てお客様はご存知だとは思いますけども、いろいろありますね、ここのお店のメニューは。セットメニューが意外と豊富でした。ですごいお腹のおっさん、これを食べたら車屋さんに、車検の見積もりの金額を聞いかなきゃなりません。車検の見積もり非常に高くびっくりいたしました。それではごちそうさまでした。失礼いたします。